あ、ヨンペイ君、ダツが来たよ。泳がす？多分ダツ行きんよ。ダツ行きんよ。泳がす行ってくるよ。よし、大きく仕上げんね。ちょっとセットしますね。食ってきますかね、ダツ。ヒガマサいないでしょ、どう見てもこの湾内の中に。泳がせ。これ早く出したいんですけどね。こっちを使いましょう、今日は。できました。ちょっとダツでもいいですよ。ダツってほら、なんか危ないって言うじゃないですか。これ刺すんでしょ。お尻がきでいっておきましょう。来るかどうか知りませんけど、最近何でも泳がせみたいな。アジが釣れないからですね、アジコが。はい、来ましたよ。浮き下はひとひろ。それでは流してきます。なんか来たら面白いけどな。ちょっと一滴出してきましょう。こんな感じかな。1日1回当たりがあるかないかのこの世界。いい感じに流れてますね。泳いでますね。ヒラメコンかな。どう思います？来ると思います。ちょっとあのテトラが気になる。これいい感じ。テトラが気になる。向こう行くね。結構流されようけど。よいしょ。左に左に流れますね。釣りにくいパターンや、これは。やり直そう。もう横向いとるもん。ダメっすね。新鮮なやつお願いします。ちょっと向こうにやっぱ流れたら難しいですね。来ました。本当に出すでしょね。よし、出した。よし、来た。でかした。ハタバコウジ、あ、ここお願いします。新鮮なやつがいいですね、やっぱり。はい、ちょっと待って。もうここは全然色が違う。はい、お願いします。フックを外してくれるわけね。さすがです。いやいやいや、はい、はい、あれです。よし、このままだ。おー、レミケープレー。非常に4分の1あげるぞ、釣れたら。やっぱこんぐらい元気ないと来ないですよ、多分。はい、脱に来るんですか、その前に。大丈夫。じゃちょっと内側行きます。ポコッと沈まんかな。流れが難しい。脱行きないですね。上に上がってくるもん。トップで来るような魚は降りそうにないし。お、ダツですか。エラ引いてますね、それ。え、まさかの。ちょっとお待ちくださいね。まさかの、まさかの。おお、引いてますね。なんだ。あ、タモがいる。なんだこれ。何これ。うわお、でかいし。ねえ、なんか太いやないですか。あ、まかまんじゅの。物のせいになっとる。でかいっすね。引いてましたね。楽しいんじゃないんですか、ハトバ先生。意外と喜んでるんじゃないですか。マジも頑張っております。 M 字パッカンクラス。いかんね、すぐ死ぬね、ダツね。ダメ。ぶっ込みを受けてに変えよ。30分。もう意地ですね。あ、もしもおれば。意地で釣ろうっていうこの気持ちが大切です。来ました。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、水買います。マジですか。でかっ。忙しいな。俺の、ちょっと待ってください。一連の行動がちょっと厳しいんですよ、なんか。忙しいです、さっきから。でかいよ、これ。でかいですね、ちょっと。これ、サンマじゃない？サンマかもしれない。サンマですよ、これ。一応生きてんだね。生きてはいますね。よし。腹新鮮だぜ。脱が。あー、やっちゃったー。せっかく雪のいいの釣ったのに、何もたもたしてるんですか。なんでこんなのやってんの。あー、もうそれもう三つ股ってうざいよね、もうそれ。うざいっすね。ヨンペイ君がポンコツ。はい、取れました。取れました。はい、はい。ちょっと一回つけましょう。ダツが。また死んじゃいましたよ、ダツ。もう。お願いします。新しいの。お願いします。ダツ来たよ、ダツ来たよ、ダツ来たよ、新しいダツ。ダツのサイズが良くなっとるよ、また津田くんが。あ、ダツが大きい。これは大きいぞ。よし、ありがとうございます。うわ、今度こそ元気。元気だぜ。あー、風で飛ばんけど、まあいっか。よし、今度こそ。
あらんな、全く聞かないですね。頭工事の脱講座、先生先生先生、脱の釣り方教えてください。高速ハイパーツイッチそんなやつするんですね。横飛びでくるんですよ。マジですか。今度はどんな感じの、ちっちゃいですか。いいですね、買いましょうか。カサカサしたら言うてよ。釣り上げて言いますからね。今ドンって当たりが来たような気がしましたよ。ダーツ、ほら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 、ダーツ動かんけんね。なんか当たりが合ってるような。当たり、おーおーおー、嬉しいよ。ダーツが食われよる。緩めとよ。おお、ドラゴン今チクって言ったよ。あ、来た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 。ブイ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 、穂先を注目。僕はドラグを注目。おお、どうですかどうですか。おおおお、どうしよう。ちょっと今話したかも。マジですか。近づきすぎだって。あ、近づき、ちょっと遠目から何。うわー、もう、いやいや、まだついてるついてる。おお、ドラグが出よる。まさか食われようぞ。ダツ来るね。おお、食われてるぞ。合わせます。まだ早い。どうなんだろう、全然わかんねえ。おお、今外れた。外れたね、離したね。魚だけ持ってたな。マジで。いや、食いちぎっとうだよ今。長い剣、頭には食いました。はい、胴体食いました。はい、尻尾の方に向かってますってやつじゃないですか。やっとる、喋れるようになってきたよ。もう今日神社行こうと思ってましたからね、鳩場神社。目の下のさ、お城みたいになってるよ。マジですか。おお、いいですね、いいですね。もうなんて言われようが、これだけ釣れれば。そっとそっと。違和感ドラグ閉めます。力の限り閉めます。閉まりましたよ。じゃあ。捨てる感じは。今からですかね。今から来ますかね。今逃げたとかないですよね。もしもすっこ抜けたら今日神社行きますよ、みんなで行きます。それではせーの、よっ。重りもない、餌もない。ダツがだんだんでかくなっていってるんだ。ほんとですね。いや、でかいなこのダツ。あれ、なんでああいう形になるか知ってる？風の向き。ダツが食われるっていうのは分かったけど、長いね、それからが。また来ました。あー、いいですね。ダツですか。あ、マジですか。おー、すげえ。おー、やる。まさかのハトバ。おー、走るわ。おー、ほほ、いい感じですね。かわいいですね。それを泳がした方が早くないですか。しこうなったら奥の手があるよ。解体しようと。はい、あ、こりゃ釣れるやろ。薄皮剥いとったらいいですね。それでは、ダツちゃんの切り身おいで。来たじゃないと。お、来たよ。おっと、落としたけど、すぐ来た。来た。来ましたよ。津田君。いや、津田君ですね。津田君がでかくなってきたよ。ほら、たまたま。マジで来たよ。え、これ、大きいやないと。俺のが一番大きいじゃないとこれ。来たよ、ほら。すごい。やっぱ一撃やったですよ。そのまんま？いやいや。そのまんま？あの、あれです。なんか、この時は玉入れてくれる。いやいや、大きさが違う師匠だと。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ切り身にせないかんね。あ、切り身にしたんだ。はい、切り身にしました、さっきのやつを。すごい。3枚目ぐらい。うお。いい師匠だ。やりましたよ、赤ワンジ。やりました。カンパチコンです。なんか大物みたいな、ね、カンパチコンです。よし、僕は優しいけんリリーしてやろう。はい、さようなら。いや、戻ってた、笑ってた。どうですか。よかった、ね、よかった。そんな感じでやったわけね。はあ、の川の方がいいですね。なんかね、切りながらブツブツ言おうとねと思ったよ。いや話しかけるのかさ、一言あるか分からない。どう、アクアさん、あれから全然、うん、ピッピッとしゃべったけど、ピッピッて。なんか腹立つな。この川です、川。なんでですか。
ちょっと使ってみなさいって。鱗がない分皮がいいんでしょうね。よし、ここ使ってみにしない。これもう俺たちもカメラ外したなんで釣れたねりちゃんかわいそうな。なんで大きかったよ。今日一やないと。今日一意外と夏が活躍することが分かったんだよ。こういう坂でさ、俺のイケスやめよう。違いますよ。違うと、これはまた東に行くよ。でも端から端に行って、次は味方かなんか行きましょうかね。うえ、何が違うか。赤さん見える？後ろから見える。あのバックのやつがなくなったやろ。それと走行しようって映ってるやろ。師匠にこれは見えません。全く見えない。見えないでしょ。見えない。師匠ガーターを作りました。いかだがありますね。魚が浮いてる。勝手に乗っていいんですか、これ。許可得てます。許可得てます。それにこう近づいてきたやつを釣るってやつですね。サビキとかに、なんかサビキ。今日はアジハンターのトンビでヒラメさんがいらっしゃいます。僕のも釣って。お、今日はシバエビですか。これハタバヨって書いてある。ハタバヨって書いてある。いいか悪い。ただドロドロしておけね。もう一つあるぞ。固めるならこれ。これを持ってきた。はい、サビキ。ああ、混ぜたらいいかもですね。そうそう。あ、もう来た。来たろ、うん、ほら言うたやろ。わ、大きいやん、ほら、サビキに。サバサバサバ。あ、泳がせ最高。わ、ほら、3匹いった、3匹。ドラムいる。わ、すごい、4匹。わ、わ、なんか、え、ウルメ？わ、ウルメやん。わ、今、いや、味